入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でもお話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの山城です。マナビズムの矢田です。こんにちは。こんにちは。今回ですね、寝つきが悪いです。早く眠れるコツなどはありますかという塾の先生にする質問ですかっていうんですけどああ、受験のプロやと思って聞いてくれてるわけですよね。なるほど、ありがたいですよ。寝つきいいですか？寝つきはいいですよね。寝つきはいいですよ。寝起きは悪いですけど。寝起きは悪いですね。寝起きは悪いですよね。寝つきはいいですね。ちなみになんかコツとかってありますか？コツ、僕たちの職業から今これ撮影してるのもね、もう今もうね、夜中深夜帯なんですけどもね、塾生を教えてるたら、その夜7時から10時ぐらいの間にピークを持ってこないといけないから、ちょっと生活リズムが変わっちゃうからね、あれなんですけど、塾生に言ってるのは、これ2週間セミナーとかも、もしメールマガのね2週間セミナーとかでも言ってるんで、まだ見てないよっていう人はぜひ登録してください。登録は下に、下の説明欄のところにですね書いておきますんで、2週間セミナーはですね登録してくれたらいいなと思うんですけど、セロトニンとメラトニンという物質の話が一番分かりやすいかなっていうふうに思います。例えばさ、めっちゃ眠い時ってさ、こう手も足もさすごいこうぬくくなってさ、もうぼーっとしてる状態になるやん。その時ってメラトニンという物質が出てるわけよ。睡眠を導入させるためのもううとうと、あ、やばい、もう目も開けてられへんみたいな時ってメラトニンという物質が出てるわけですよ。それが言うたら睡眠の直前、言うたら寝ようってなった時にわっと出てくれば一番いいわけですよね。言うたら自分が寝たいタイミングで、自分が寝たいぐらいのタイミングで眠くなるように持っていけたら一番最高なわけですよ。そのために、言うたら、もう当たり前の話ですけど、起きるのが遅かったらダメですよね。起きるのが遅かったらすぐ寝られへんのは容易に想像つくやんか。その時にすごく重要なのが朝日を浴びるということなんや。朝日を浴びたら、1日24時間やけど、人間の体の体内時計は25時間設定されてるんだって。でもその1時間ずれるのは朝日を浴びることによってちゃんと調整される。でその朝日を浴びるときにセロトニンと、さっき睡眠導入のメラトニンっていう物質の話をしたけど、セロトニンという物質が目を覚ます時の物質なわけよ。起きて最初、あ、眠ったねみたいな感じじゃないけど、どんどん時間が経つにつれてさ、こう体が起きていくやんか。でそれがセロトニンという物質だね。で寝る前のメラトニンの物質、その分泌量っていうのは、その朝とか昼のセロトニンの分泌量に比例すると。朝ちゃんとセロトニンを出していれば、夜メラトニンが出てぐっすりと眠れるっていう話だね。だから朝日を浴びる、浪人生とか特にそうですけどね、現役生とかだったら朝起きてさ学校行きますから、その時に勝手に朝日浴びてますけど、浪人生とかだったらもうずっと朝家で勉強するとかじゃなくて、パパッと朝の用意して着替えて外出て、勉強して、っていう形がいいでしょうね。それによって夜はすぐにぐっすりと眠れる体質になるかなと思います。なるほど、わかりました。それではこの動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。受験トークへの質問投稿は LINE アットからお願いします。@MANAVISM です。アットマークをつけないと友達登録できないので、忘れないようにしてください。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。